佐伯みたいになりそう、エグすぎる茨城のストレートがこちら WWW。 まあ、ワンボールツーストライク、ストライクが先行しています。ワンボールツーストライク、ストライクが先行しています。ワンボールツーストライク、ストライクが先行しています。茨城はもう少しコントロール安定すると戦力なりそう。たまに抜けるよね。茨城150出るんか。高卒2年目で150投げるのが左右にいるとか投手陣は安泰そうやね。厳しき岡留の左右コンビと紋別茨城の左右コンビは熱いな。2021ドラフトと2022ドラフトやな。バッターも前川、中川といつぼ、森下とかなりの逸材がいるのいいね。坂本からの評価高いんだって。茨城はスタミナ切れたりすると露骨に打たれるからな。それが不識されたらええ感じやねんけど。茨城来年楽しみやな。高卒2年目やしたいしたもんやで。門別茨城佐伯みたいになるね。茨城はゆっくり育成だな。山本村上みたいに中継ぎから入るのもありだな。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。